疲れ様です。リリ長です。ということで、今回はこちら、フォートナイトでイストリゲーム、かっこ正式版ということで、まあ、何が正式なのか、非正式なのかわからないんですけど、やっていきたいなと思います。で、もちろん、イストリゲームといえば、まあ、この男を忘れてはいけないということで、自己紹介お願いします。どうも、皆さん、こんにちは。あれです。お疲れ様です、リリ長さん。今回は、フォートナイトで、イストリゲームが、ついに再現されたということで、どうですか？まあ、イストリーゲームって言ったら俺しかおらんやろ多分。まあ、僕と孫で遊んでたもんね、いつもね。俺しかおらんね、もう中学校高校からずっとイストリーゲームばっかしてたもんね。そうやな、イストリーゲームバトルロワイヤルやってたもんな。弁当の取り合いな。部活もイストリーゲームブーやってたもん、ね。ああ、イストリーゲームイストリーゲームだっかっけ、あなた。そうだった、イストリーゲームに命かけてたから。イストリーゲーム世界大会記録保持者だもんな。そうやもんな。で連続2人でやったもんね。そう、2人で連続記録。あ、ルール、矢印の方向に回って曲が止まったら椅子に座ってね。回らないやつは協調性ゼロだね。椅子に座っていない、椅子に座っていないヌーブ、まあ、弱いやつは奈落に落とされるよ。めっちゃ言うやん。めっちゃこれですげえ。1ラウンドが終わったら青い枠の外に出てね。出ない不正しようとするやつは容赦なく56するかね。なるほどね。ああ、なるほどね。まあ楽しむのが一番だね。ネオ吉、この人すごくない？なんか、めっちゃ言うやん。あおり散らかしてんな。なるほどね。まあ、じゃあやっていこうか、マボちゃん。めっちゃ言うね、マボちゃん。言うね、この人。口悪い。で、なんだ？ああ、1回目はこっちか。こっから行くといいのか。多分音楽かなんかを読み取るんじゃないの？あの音風呂？ああ。ほら。イストリーゲームだからさ、音いるじゃん。テレレレレレレみたいな。いっぱいあるね、音風呂がね。何曲かあるんだろうな。多分有名な曲から、こういろんな、まあ、フォートナイトに関する曲とかが入ってるんじゃないのかなって気がしますね。はい。で、これなんだこれ。あー、なるほど。2回目はこっちからってこと。あー。2回目の方、こっち行けばいいんだ。多分これ始まるぞ、これ始まるぞ。それで？おお、これが多分イストリーゲームの会場なんだろうな。で、これが多分椅子だわ。椅子。これ中入ったら痛いんか。中入ったら多分ダメージ入るんじゃない？なるほどね。で、あ、開始だって。なるほど。じゃあ押すよ。うん。はい。あ、開始まで残り10秒だって。1。絶対生き残りで。エモートミュージックツイスト失敗作。何、失敗作を流してんの？成功したやつ流してほしかったな。ねえ、確かにそれはあるね。確かにちょっとなんか失敗しまくってんね。でも俺タイミングよく終わるんでしょこれ。なくなった瞬間多分椅子の上に乗らないといけないんだよ多分。そこが抜けるって書いてあったよね。ね、だからやられるんじゃない？回れ知らず。いやだから協調性がないやつなんで。お前ヌーブだ。あ、乗れた。おお。誰か落ちた？わかんない。最初落ちてないんじゃない？誰も。ラウンドが終了しました。青い線の外に出てください。ね、ってことは次のが始まるぞ。オッケーオッケー、最初に残って。あー、椅子が減った。エモートミュージック、グルーブジャム。誰が減った？誰も減ってない。まだ、あ、減ってない。オッケーオッケー。待って、もう嫌だもん。マジでダーリン、くそ。ショーマボ脱落。やったー、マジで。おエボートミュージックこの負け犬がまま言わマジでうぜえこいつ言われてんじゃねえかよこの負け犬がってお前やば普通に言われてんじゃねえかお前エボートに煽られてんぞお前これ作った人すごいなこれ椅子の数多いから多分普通に頑張ればみんな生き残れるんじゃない最悪やん俺今外から見てるずっとあ見てんのあ完成なんのか終わったらどうオッケーうわ生き残ってるし悔しいまあここら辺は余裕だなオッケーオッケーオッケー、まあ、椅子の数が多いから余裕ですね椅子減ってる本当にあ減ってるわちょっとずつ減ってる減ってる次エモートミュージックスクワットキックヌーブでも確定やんバカリリちゃんがバカ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 
すげえ。すごいよね。まあ特に椅子多いからな。まだこれといってなんかまだ一人ゲーム感はないよね。そうだね。さすがにまだいないね、脱落者。来た。エモートミッションギアを上げろ。これ初めて聞いたね。なんこれ。もう知らない僕も。こういうのがあると思う。あるんじゃない？子さん税しか分からんような。子さん税しか分かんないんじゃない？行ける道は落ちろ。いやまだ落ちない。さすがにまだ落ちないでしょ。あー生きてる。よし。生きてるなー。おー脱落者が未だにいないぞ。オッケーオッケー。あと7人かな、あと6、7人ぐらい。あ低音どんどん。おー分からんな。でもこれいつ終わるのか。似てる。ここの場所とかも椅子ねえじゃん全然。落ちんかな。誰か落ちんかな。まだか。いつ終わるのか分からん。いつ終わるんだ。落ちろ。分かんない。ごめんすまんわからんくらいはして。はい終われ、早く。うわぁ全然終わらんこれ。あ終わった惜しい。うぇー誰も落ちる。うぇー、次らへんから危ういぞこれ。悔しいな。あマッシュウォークだって、あのマシュメロのやつの歩くやつか。あーあと7人ぐらいだよね。またショボンとさ、マボーしか脱落してないもんね、まだね。うん、2人しか脱落して、ね、あリリチョか。まだ大丈夫、まだ大丈夫。おスクワットキック、うん、さあここら辺からでも始まるぞバトルが。くそー、うわここら辺も残ってる椅子。うわ椅子残ってる、ここらへん。落ちんかな、落ちんかな。はい、監督、ああ監督、監督こっち行けばよかったのに。監督が、そう俺の横行けばよかったのに。あいつ なんでそっち行ったんだろうね。あいつ監督が、あいつ出た失敗作。運ゲーだなこれ。いやこれマジで運ゲー。一瞬で、ね、一瞬で音が切れるのとかあったら。バカ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 野郎バカ野郎。おー危ねえ。超ギリギリやったね今ね。危ねえ。よしよしよし。あと6人かな多分。全然勝ち残れるのかリリチを。勝ち残りますよ僕は。もちろん生き残ります。リリチョウですもん。5個あるナイス。5個ある。お疲れ様でーす。え死んだの。え下手ですか。仕方ない、観察してあげよう。この負け犬が。おい制作者、いいんだよな。制作者煽り散らかしてんな。リリチョこっちにアスレチックあるよ。どこ？こっち。うわー。あリトルが。あリトルも残ってる。あポテト。ポテト。あと4人だ。さよなら。さよならグッバイ。さああと4人かな残ってるのは。あ来た。さあどうなる？残り。あ、リトル？リトルかワンタン。あ、ワンタン。あ、ワンタン。残り散らせてる気リトルだね。トゥルーハート。これ初めて聞くね、この音。エモートの音楽、これ。だね、エモートって書いてるから。なぁ。すげえこれ作った人。すごいよね。制作者すげえ煽ってくるくせに、すごいよね。ちゃんとしてるっていう。ね、ちゃんとしてるよね。うわぁ。リトル残りそうやなぁ、次。わぁ、どうなんだろうね。あ、来た。あリトル、リトルが終わった。
さあラスト、シラス VS テルキー、ラスト勝負ですね。そう、シラスが残ってるの悔しいな、ちょっと。シラスが残ってるの悔しい。まあそうだね。シラス残ってるの悔しいんだよな。きた。うわ、あと1個じゃん、ほら。ラスト1個。あ、待って、待って、待って。あ、忍者スタイル。テルキー優勝は、早いな、終わんの。最後は。かわいそう。よし、もう一回行こうか。じゃあ行きますよ。はい。ちょっとバーボーと一緒にいるわ、今回。あ、いた。で、あ、食らうんだもん。結構痛い、それ。100ぐらい食らったぞ。よし、行こう。行こう。まあ、最初は別に大丈夫だよね。もう余裕なんだよ。絶対死にたくねえ。いや、最初だって失敗しようがないじゃん。こんな椅子たくさんあるんだから。え、まだこの辺か。長えな。あれ、監督、監督、あぶね、監督、監督、監督、あぶねー、あぶねー、監督、よく言おうったの、お前。やるな。この負け犬が。誰も負けてねえんだよな。うぜえ、マジで、この BGM。よし、落ち着こう、落ち着こう。全然余裕だよ、まだ。待って、あぶねー。あぶねー、ナイスナイスナイス。オッケー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 。全員乗れるようになってんだからさ、まだまだまだ早いよ、やられるには。ここで死ぬやつ話にならん。そうだね。そろそろ早いの基礎きた。よし、あぶねえ。まだ残ってますね、全員。余裕ですね。まだ大丈夫、ま、なら大丈夫。また同じ、やべ、これまた早く来るかもしれんね、これ。いや、次長い気がする。何かあ、短かった。待って、おい監督、待って、落ち着け落ち着け、ママ落ち着け。くそだりマジ。どこで失敗する要素あんだよ今の。ないんだよな。監督に殺されたよ。もう俺外で松明持って先住民ごっこしとくわ。先住民ごっこ。先住民ごっこしとくわ。先住民の真似してみてよちょっと。先住民さん。先住民さん。何してるんですか。先住民さん。何してんだよ。椅子減るか、うん、あ、椅子減らんかった。減ってない。おぶ、終わったかと思った。終わった。あ、リーチョの乗る椅子がない。あ、乗った。よーし、リトルシラスが落ちた。死んだ。よしよしよし。前回の2位が落ちたぞ。よし、前回2位落ちたぞ。あと残ったのが監督ワンタンショボンテルキリリチオ。みんな卵ごっこしとくわ。卵。うわ、これ終わったかどうかわからん、これ。むずいなこれ。ね。終わった？終わった？あ、終わってねえじゃねえかよ。ふざけんなよ。ふざけんなよ。てめえ制作者。お前やてめえ。さあ全然余裕だね、みんなね。まだ二人で先住民ごっこしとく。そうやね。ショボン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 ジョージーみたいな。落ちろ。そうそう、落ちてほしいな。テラフォーマーズやないかい。テラフォーマーズ。あ、終わった。さあどうなる。あ、ワンタンが危ないんじゃない。間に合った、間に合った。おお。ナイスナイスナイス。いいね。さあ終わった。あ、さあどうなる。あれ、監督。あ、待って、監督。監督。あ。あ、監督4つ余ってたのに、椅子あと1個余ってたのに。あ、来た。さあどうなる。あ、誰やろ。あ、シャボン、シャボン逆いけ。まだ残れる。そっちやろ、そっちやろぞ。シャボン、シャボン、行くぞお前ら。お前らちゃんと見届けるぞ、お前ら。いいか、お前そんなボールになってねえで。お前全員ボールになりやがって。リリジョンもなってるますか。全員なってるよ。さあどうなる。さあラスト一枠の椅子を手に入れるのはどちらだ。テルキ VS ワンタン。ワンタンいけ。
かけぐるい症候群が出てる。かけぐるい症候群。かけぐるいわ、症候群。勝て頑張れ。6万かけてんだ。競馬みたいな、なんか。競馬みたいな。競馬みたいな感じ。いや、いけ。さあ、バナナ VS ワンタン、食べ物勝負どっちだ。おおおやったーワンタンよっしゃー6万が68万いいの。何倍だよ。いやー、すごいすごい。面白かったね。面白かったね、これね。はい、ということで今回はこちら、フォートナイトで椅子取りゲームやっていきました。すごいなんか制作者がめちゃくちゃ煽ってくるようななんか方だね。なんか面白い方だね。煽られまくったわけで。いや、すごいユーモア溢れて面白い。なんか今までのフォートナイトクリエイターにこう煽ってくるような人いなかったから、まあ新しい感じだね、これは。面白いね。この人すごい面白い。めちゃめちゃ煽ってくるしね。面白い人だと思いますよ。すごくまあ作り込まれてたんで、ぜひとも皆さんやってみてください。マボさんどうでした？感想一言。いや、マジで煽り散らかされたな。まずちょっと椅子の幅を大きくしてもらいたいな。あ、ここであの発生中の問題のところに付け出そうぜ。これ付け出してもらおうぜ。椅子の大きさをちょっと大きくお願いします。そうだね、そうだね、そう、椅子をもっと大きくしろと。って感じでですね、それぐらい。そうだね、またまあ修正したらまたやりたいなと思いますので、まあ、ぜひともね、また、うん、そうですね、皆さんやってみてくださいね。はい、ということで今回は終わりたいなと思います。ぜひともこの動画を見て面白いと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで皆様お疲れ様です。バイバイ。おっつ。